どうも、タカウォヌスです。1.5 周年記念キャンペーンとして、10月30日0時より、引き直しお祈りが開催されます。1日1体キャラを引け、確定を押せば1体のみキャラがもらえるお得なキャンペーンとなっております。注意点として、毎回この手の質問が来ると思いますので、先に釘を刺しておきますが、A と B、どちらがいいですか ?A が出たのですが、確定で良いですかみたいな質問には、基本的には答えるつもりはありませんので、あらかじめご了承ください。わからなければ、東方ロストワード .com 最強キャラランキングに全部評価が載っていますので、そちらをご覧ください。キャラ評価は割と正確です。また、2021年4月末までの実装キャラになりますので、ヘカーティアなどは対象外になります。あと、超フェスの赤マリサなどは当然出ませんので、聞かないでくださいね。工場キャラにも強力なキャラはいますが、今回は入手機会が限られるフェス限にします。評価基準としては、今回は1ウェーブ周回火力を重視します。その上で、評価すべき点が多いキャラほど上位にします。ランキング形式で5人、また周回火力以外の評価が高いキャラを番外編で2人、合計7人紹介します。入手したら活躍間違いなし、そんなキャラたちを選出しました。それでは行きましょう。第5位はよりがみシオンです。単体ラストワードのキャラですが、バフとデバフの掛け算で上位の周回火力である点、最近イベントでも敵1体の探索が実装されているので、ここをまず評価しました。また全体の回避防御弾持ちで編成全体の火力を向上可能。さらに別枠の陰謀弾及び結界上ブレイクパーツの全体燃焼付与。また非属性オンリーですが、スペルカードでの弱点ブレイク性能にも優れ、コーマ等攻略にも欠かせない要素が詰まっているため、第5位にしました。第4位は、綿月の豊姫です。周回火力こそ最近のキャラパワーに押されがちですが、それでも低コスト周回、コーマ等での火力水準も満たしており、何よりラストワードの演出が早いため、周回勢にはマストキャラとなっています。また、命中上昇や前段妖怪特攻全体スペルカード、陰謀上昇があり、セットアップにも有効な、そして人間特攻多めのスペルカード、共に使い勝手が良く、ラストワード解放前でも初心者の方はお世話になりそうです。また、有利属性キラーでもあるため、うまく弱点が刺されば、スペルカードにもパワーを出せる部類に入ります。汎用性が高く、インフレが進んだ現在でも、コーマ等スタメンとして運用可能な点も評価して、第4位にしました。第3位は、ひなない天使です。現在かなりインフレが進んでおり、キャラ全体で言えば、圧倒差は薄れてしまいましたが、今回の排出対象範囲内であれば、間違いなくトップクラスの周回火力となります。特攻などに左右されない全体ラストワードの火力が魅力的で、正直このレベルでもイベント周回程度だとオーバーキルです。この火力も高い補正の高質弾によるもので、巣の陽光上昇ランクも低いので、セットアップによる伸びしろが大きいキャラでもあります。スペルカードにあまり特筆する点はありませんが、これらを差し引いても十分すぎるほどのラストワード火力のため第3位にしました。第2位は伊吹スイカです。貫突幽霊の牽制絵札装備前提というハードルがあるものの、周回火力は豊姫に3ブーストだと天使に火力が匹敵します。さらに全バレット人間妖怪特攻と広い範囲の特攻があり、刺されば月戦型キャラが比較対象になるくらいの3ブースト火力になります。ラストワードには要望陰謀ダウンがあるほか、グレーズによる味方全体の陰光上昇があるため、コーマ島においても編成全体の火力を伸ばせ、単なる周回火力キャラとは一線を画する性能です。全体スペルカードは非属性弱点ブレイクにも優れているため、これらも評価点とし第2位にしました。そして第1位は風見優香です。天使同様インフレに押されてしまったキャラですが、それでも初手3ブースト可能で、特攻範囲も広いため多くのシチュエーションで豊姫を超える周回火力、また単体ではありますが毒斬り回避弾をターゲットした敵に特攻が刺されば、敵単体に対しては天使をも超えます。またスペルカードラストワードともに全部全体という構成は3ウェーブ周回にも運用可能で、星5前提ではありますが、霊力上昇手段に優れた優香ならリプレイオートでも幽霊の牽制絵札探索をソロで3ターン周回できます。また星1であってもフルブースト火力は強力で、星1優香星3のメディスンなら
ホームの魔女、絵札探索をフルオート1ターン周回可能です。拡散ショットによる金属性弱点ブレイクにも優れ、ホーマー島における適性も高いため、文句なしの1位にしました。次は、周回火力こそ振るわないものの、所持していれば、ホーマー島では活躍可能なキャラ2000紹介します。周回キャラより高難易度を対応したい方におすすめです。まず1人目は、矢心エイリンです。スペルカードによる全体結界異常毒斬り付与が魅力です。メディスン・ミロリコもいれば、フォーマット結界異常フルブレイク編成にも非常に有効で、困った時の切り札になります。また、単体スペルカードは味方全体の結界増加もあり、上乗せ可能、さらにスキルには体力回復もあるため、攻略にターンを費やすフォーマット高難易度高階層に向いています。サンブーストラストワードの火力もそこそこといった感じで、最後の一押しにも良いでしょう。番外編2人目は、サグメです。なんといってもスキルによる全体回避ダウン、そしてスキルおよびラストワードによる深い全体要望ダウンが魅力的でしょう。コーマ島において陽光火力アタッカーとの編成で瞬滅力に優れています。周回には向いていないものの、サンブースト時の自身の全体ラストワードも強力です。普通の魔法使い装備で天使並みのサンブースト火力、また特攻範囲はそこそこですが、2から6バレットのみに統一されているため、刺されば月戦型キャラと比較できるような3ブースト火力になります。最後に引き直しお祈りについて、期間内に32回まで引けますが、お目当てのキャラ1点狙いだと 35.7% の確率になります。よって3人くらい候補を決め、候補が1人出た時点で確定をした方が良いでしょう。妥協ラインを決めておかないと、引き直し最終日に貫突済みの工場キャラだと目も当てられません。以上、参考になれば幸いです。